どうも、隣人の橋本市民球場です。さあ、今回は万劇愛用品紹介ということでございますけれども、私といえばやっぱり、こちらでございます。ダラララッタタン。漫才衣装の時に、特に靴下にこだわっているので、お気に入りの靴下を紹介していきたいと思います。レッツゴー！ピアロー。さあ、ということでございまして、靴下、派手なものたくさん持っていますが、ちょっとブランドがいろいろありますので、そちらを紹介していきたいなと思います。まず、この派手なピンク、ね、燃えてる炎。で、このマークのね、うさぎの入っているところ。この3足がジン&コーという靴下屋さんでございます。こちらですね、すべてメイドインジャパンとなっておりまして、この裏のところに必ずメイドインジャパンと入ってあります。とても生地が分厚くて、しかし伸びがいいのでとても履きやすい、とても丈夫な靴下となっております。おすすめです。値段もね、そんなに高くないです。これが FR2 というブランドのとコラボしているチン&コーの靴下。そしてこちらが FR2 の靴下となっています。このなでしこというのがですね、FR2 は各地方に店舗があるんですが、なでしこは京都のお店になります。祇園花月の近くにありますね。そこでしか売っていない靴下。こちらおすすめでございます。そして、こちらヒューマンメイドというブランドの靴下。デザインがとても可愛いんです。おそらくもうこれは買えなくなっていますが、ヒューマンメイドの実店舗が京都にしかありません。なのでぜひ京都に行けばこの2つの限定感のある靴下が買えるということでございます。そして、何より一番お世話になっているのがハッピーソックス3となっております。こちらのメーカーの靴下が一番数を持っています。ちなみにこれもハッピーソックス。2つ飛ばしてハッピーソックス。H&M。それ以外。そうですね、ちょっと述べ忘れておりました。ハッピーソックスさんもいろんなところとコラボするんですが、このシリーズが特にお気に入りです。デイビッド・ボーイ。ね、アーティストのデイビッド・ボーイさんとコラボした靴下、この2種類が特に今お気に入りとなっております。ブランドラブーミーさんとのコラボの靴下、これもとても可愛いので、ちょっとポップなネタするときはこれを履こうかななんて思ったりもしております。はい。それでこれから隣人の漫才を見るときは、ちょっとばかし、橋本市民球場の足元に注目してみてはということでございます。ということで、今回は隣人の橋本市民球場、愛用品は靴下となりました。See you next time! ずっと低めの声で喋りました。バイバイ。あとまだまだ履けてないハッピーソックスさんが4足ほど残っております。これをこれからいつどのタイミングでどの舞台で履いていこうかなと悩んでいるところでございます。あ、これまで H&M のお寿司の靴下ですね。